とか、あ、ありがとう、大丈夫ですの、ね、昨日はねちょっと調子悪かったけど、今日仕事することあったけど、お疲れ様、よかった、配信できて元気出してね。何これ凍ってるね、全部バラも凍ってます。とクラゲと久しぶりに来れた、ほんとありがとう、久しぶりではないかな、どうなんだろう、カレーの配信は。今28ね、楽しみー、何の髪型しようかなーって迷ってるんですよね、ハイタッチ会迷うくない。ぺちゃこまで遅れてないですよ、まだまだ始まったばっかり。ハイタッチ会ね、楽しみ、そう、28日、やばこの卒業公演でカレー、あ、ハーフアップでしょ、エミリーさんがに聞いたのね、何の髪型してほしいですかって、あがいいですかって、したらなんかギャルっぽいやつで、ね、ハーフアップでって言われて、ハーフアップしました。だちゃんメンバーの組、ね、マジでそれの、待って、もうすぐやん、もうそろそろね教えてもらいたいですね。22時まで、誕生日が来たら12時まで、逆上がりチャレンジ、あー、おるかもしれないね。彼の見たい髪型いっぱい、なになに教えて、ワクワクな、私は何の髪型しね、楽しみ、みんなの髪型も、ある場所で知り合ったスペイン人が彼にちゃ来いよとダンス見せたら、ん、ある場所で知り合ったスペイン人がカレンちゃん可愛いよって言ってたってこと、ダンスしたらびっくり、ああそうなの、嬉しいな、頑張ります、まだ私相手、そうなの、意外と見てないの、意外としないのかな、カレンが。ハイタッチ会連ってメンバーもまだ知らないです、ファンの人と一緒ぐらいに知るかな。妹ちゃんはもうね、妹ちゃんね寝ちゃってた、気がする、エンドロール、エンドロール、エンドロールでした、みんなの予想通りでした、この予想通りでした、1、2、3、4、5、
ノルル花見ちゃん壁つかんで、それね、次の日ね、同期に会ったんですけど、何人かにみんなに言われた。つらい時には、違うね。その場所から走り出そう。つつつつつ上手の違う。その汗は嘘をつかないよ。坂上がり公園もありました。知ってる曲が2曲しかありませんでした。ユニットとかかな。結構。虫歯と抱きしめられたからからかな。抱きしめたらかな。でも楽しいの、めっちゃ逆上がり公園マジでたくさん出たい。なんかなんだっけ、めっちゃ汗かくのね、めっちゃきついんだけど、めっちゃ疲れるけど達成感あって本当に楽しい公園ですね。あんなに汗かいたのは久しぶりかな。そこまではね、書かないですね。これはアドリブ。うん、自由が多くてエンドロールって。まだ綺麗じゃないよ。近くで見たら綺麗じゃないんだよ。ドロールたくさんありがとう、褒めてくれて。いやちょっと余裕全くない状態でさ、ほんお前しちゃったから、次はもっと余裕ある状態でしますね。ちょっともうトラブルとかあって、もうそれでもうすぐ走ってた。今高めツイン、あ、高めツインずっとしてないね。でくて安定だけど、巻きハーフツイン、ハーフツインみたいし、最近して低めのお団子これね、かわいいよね。ハーフツインはね、これストレート多めだからね。どうしようかなって迷っております。これうがりすとり、何すぎて知らなかな、知らなすぎて、知らなくてもね楽しめるよ。ポチャッカハヤ、こういうこと。インプレのわがままなリボン、わがままな流れ星、ズンズカ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 ズズル、わがままな流れ星、うん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 、よろしく。ジオのみゆちゃん生誕だったら、あ、ほんとね、みゆの生誕祭とかもあるし、リンカとかもありますね。マジかの楽しい。みんなを幸せにできるなら、いつでも喜んで割り合いろ。大人は息潜めの愛のよく知らずめせすぎる気がする。8月の中上がり公演ね、絶対来て、本当に楽しい。海を渡れね、旗を持ちます。炎が叫んでるよ、ず
ルル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 ふぎり頭振るの楽しい。さかりがり公園もミニッツ全部制覇できるように頑張るね。ね、いつまで続くかわかんないけど、それまでに頑張ります。さかがり公園の初日はたった14のお昼か、昼夜会ってきつそうだなって思ったのを覚えてます。坂上がりでここできつそうって思って、カレンって何してる？練習してるの？寝ることとか、なんだろうね、歌う？とか、でも美味しいご飯とか、今日はお昼にレモンステーキを食べて、あの長崎名物レモンステーキを食べて、夜は大好きなあのインスタにも載せた、ストーリー載せたアサイボールを食べました。アサイボールね、大好き。でもね、ちょっとね、溶けちゃったんだけど、美味しかった。でも高いんだ。でもアサイボールの中では安いけど、アサイボール自体が高いんだ。ミドルの手をパンで叩く音聞こえた？え、そうなの？なんかヒロネー話してたね。ヒロネーじゃないっけ。Miss you、 あなたの月が窓から海に悲しい色に私を染める、さよならの手がかりもなく、机の前で待っていたって誰も来ないと分かってるけど、ここにしかいられないよ。時の流れをかき混ぜながら天井の前ゆっくり回り、涙を忘れさせようとする、恋の割合一方的にある人せいぜいねよ、すすぎて、とまあまあまあ、エンドロールですね。レレ、お乳最近よくね、お乳たくさんしてさせていただいております。私たちもお乳、お乳、髪どこまでの、伸びてる？結構今伸びてるかな、ここまであります。いや、そこまで、長い？長いかな。ピンチにヒロネじゃなくカレンちゃんから見せ、そうなの、嬉しい。なんかさ、2番目の推しじゃなかった？推しランキングみたいな、違うかな。嬉しいです。それ知らなくてもカレンちゃん見れるなら始めるしかないね。初めて坂上がりの良くないところは楽しすぎて全部行くつもりになるところ全部来て、マジで楽しいよね。坂上がり、足で地面を蹴って、太陽がぐるりと回った、坂上がり、なぜかな、坂上公園でコールも楽しい。なんかこの前余裕なくてあんまりコール聞けなかったから、今度絶対聞くね、いつか出るとき。今出る予定ないんですけど。カレンに、お久しぶり、これから来ても、あ、ひなたんがね昇格したからね、楽しみ。
かっこよくないです。多分宮沢さんちゃんぱで元気いっぱい。嬉しかったです。元気いっぱい頑張ります。ヒロネがカレーレンが虫歯の、そう、虫歯終わったら脳幹来そうじゃない夢にまで見たおじさまよ。今度は旗持っていくね。やった。旗。今度はマスクじゃなくて旗になる。ナナキちゃんたちにはカレンさんって呼ばれております。研究生公演のレッスンとか見たり、え、してないです。楽しみ。初日行きたいな。ゲネプロとかあるのかな。でも着込みの時なかったからいいかな。でも公演の仕上げさ、楽しみ。見るのが誕生日にプレゼントって送れるの？誕生日じゃなくても送れますよ。日常でも普通の日でも。8月の夏祭り公演何かあるかな。8月夏祭り公演あるの？いつあるの？サイボール、え、本当に美味しいの。本当にね、美味しくて、なんだろう、なんという味だろう。でも一口食べたら絶対美味しいよ。でもコストコでよく買ったんだけど、コストコに入荷されたらすぐ売り切れちゃうんだって、アサイが。だからね、全然自分で食べれない。買いにお店に行くしか方法がないのです、今食べる方法が。でも高い。でもさ、スタバになんかないっけ、ヨーグルト、あれ食べてみたくて。ヨーグルトとフルグラみたいな、なんかあるよね。カレーレンに2人でプレゼント。え、誰と？ほとんどエアチョイス。え、嬉しい、ありがとう。持っていくね、楽しみ。ヘヨちゃんからのプレゼント。ヘヨちゃんは最近ね、私への大好きが足りないです。夜食べても浅い。朝だからね、朝いいなのかな、夜いいかもしれない。8月前半公演少ないね。どっちか行かないと本当にカレーが少ない。そうだよ、来てね絶対に。あの、多分リハとかかんのかな、こんの、なんだろう。例のハイタッチか痛そうやね。痛くないよ、カレーはとっても優しくします。待って、いきなり手叩いてから。ごめん。今度劇カレーいつかするかな。ちょっと苦手そうだな私。エアコンフルパワーだね。エアコンフルパワー聞こえる、そんな。レンレの C ランキング今は6位だ。あ、見たよ、嬉しい、上がってて。サッカー帰りの振りコピ楽しい。え、本当？振りコピしてるの？この見るね。何の曲振りコピしてんの？全部？愛してる。愛してる真似だけして。手首一周、そう、いつもつけてます。これとかクロミちゃんとかおぱんちゅうさぎとかのシュシュとか
かもつけてるし、そうですね、15日、あ、そうなんだ、朝上がりで違うかな、浴衣祭り今年あるんやね、あるのかな、楽しいですよねあれ。バナナとか、そうバナナとかいろんなねフルーツ入れてます。カレンが家で作るときはバナナは必須なんだけど、ブルーベリーもう結構必須で、あとはマンゴーとかも美味しいし、ミックスベリー、ミックスベリー冷凍のとか、まあカレーもそのぐらいしか入れないな。でもバナナが神です。髪の毛じゃなくて神です。8月土日7件ね、研究生公演たくさん、マリアと告白して大学終わりで、あれはむずいっすね、公演に行かないとお金が貯まる。それはそうだね、東京が見ないと豪雨すごくて一気に涼しくなった。そうなんや、気をつけてね、雷に打たれないように、狙われないように、もしランキング下がらないようにし、え、ダメだよ、1位でいて私。甲子園の時に刺そうと思ってたんだけどね、ちょっと前から緊張しててね、そんな余裕なかった。カレンのお汁だ作ってみて、そうなの、見るね絶対。でかなちゃんとの匂いが私で苦しくなりすぎて2人で覚えた。本当に私たちも匂い、花さんね、いつもね番号を聞いてきてくれて可愛いんです。いつもお匂いのリハ前に A メロ2番みたいな、でサビ、サビは、落ちはだから最後はとか。カレンの配信、レンレの配信見てきてて、カレン本当にヒヒヒヒ嬉しい。カフェ巡りとか全くしない。ちょっと女の子っぽくないんだけどね、全くしなくて、富士ココとか、リサキはカフェ好きなんだけど、カレンはね、あんまり興味がなくて、カフェ巡りというものに。だから、ちょっと、女子力ないな、私。富士コが TikTok 始めたらしい。あ、やっと始めました。私始めてないけど。カレンちゃん料理しないのにアサイボール本当に作れるの？私はあのアサイボールは簡単なんですよ。まずスムージーじゃない、ゴーッとするやつ、なんかスムージー作る容器にアサイとバナナと蜂蜜とヨーグルトだ、ヨーグルトを入れてかけ混ぜるのね。あ、ブンブンチョッパーとかでしよった、カレンは。パイムチョッパー、パイムチョッパーでして流してお皿に入れて、ボノの切って、バナナスプーンで切ってた、置いてミックスベリーとかも置いて、マンゴーとか置いて、蜂蜜上からかければ完成。マジでカレンでもできます。ハイタッチ会の日は晴れてくれね、晴れてほしい。晴れすぎるのも嫌だけど、眩しい、暑い、もう本当に最近さ暑くない？星ランキングカレッジ2位でしたよね、
嬉しい、見ました。ずっと2位より下がりませんように。最近体調悪くて休みの日でも寝てること多いけ、メールの配信あまり、大丈夫、体調悪い、夏バテとかかな。彼の友達も夏バテとかあったりしてるらしいから気をつけてください。みんな全然まとめてでいいよ。半端なイケメン楽しすぎるし、リサキとずっと隣で嬉しすぎるのね。ニヤニヤしちゃう。そのニヤニヤがね、ココッペなんか花道同士、ココッペも花道だったんだけど、それで超ニヤニヤしてたよって言われた。もうラブラブしてたねって言われた。だよね、私嘘っぽいインテリアに怪しい LED、 半端なイケメン。天神の、そう、あーそこでね、そういうボールね、リサキと一回行ったんだけどちょっと高すぎて断念しました。偽物、あ、ハニーさんね、口癖は彼には優しいいつも書いてくれてるね、ヤヨちゃん。あー、ヤヨちゃんお誕生日おめでとう。おめでとう。昨日ハッピーだ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアヤヨちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。素敵、誕生日って。レンレってまさかのインドア派？どうなんだろうね。でも遊びたい欲はめっちゃある。お金がないのよね遊びたいんだけど。でも外には出てます、運動しにとか。でもずっと寝てたい気持ちもあるし、誘われたら行くし、めっちゃめっちゃ行きたいし。お仕事帰りじゃなくてもずっと誰かと話してたいですね。ここが意外とアウトドア、そうなのかな。ココハってインドア派な気がするんだよな、私は カフェ何同士？でもカフェっていう3人のグループ多分あるカレンはカフェ進んでいかないんだけど、カフェっていう3人のグループあります。そう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 、始めたいのね私はニコ生夏祭り配信できないから、できないから、どういうことどういうこと顔面チョッパーやめて、ブンブンチョッパーです。なんかよくみじん切りにするやつみたいな、玉ねぎとかをみじん切りするやつ。あ、頭痛、彼も頭痛最近多くてさ、なかなか治らないんだよね。そう、歌うパート不義理ね。最近ねーともラブラブ固い、それが両思いなんですよね多分ね。可愛いってきたので LINE でも、今日カレンがねーのこと好きすぎてパパも好きになったんです。あ、これ MC で言うかでも MC ねねねと一緒なことないんだよな、悲しい。坂上も違います。
パジャドラもねずっと違ったの。パジャドラでもなったことなくて、よいしょ、あるかな、ワンチャンあるんだけど、でもほとんど私後半 MC のポジションだったから、パジャドラので、逆上がりも私後半 MC のポジションなんですね。だからね、悲しいな。この前の逆上がり公演でお見送りカレンちゃんと姉ちゃんが隣でね、思ったよ。そういえばネイル変えたの、いつかイニシャル K、 本当に私の K 楽しみにしてるね。本当に言ったね、言っちゃったよ、もう楽しみだよずっと私は。なんだこの凍りついた笑ね、なんだろうねこれ。私公演一番出てる組のヒーローと二人がカレンがかな、お互いの場所よくてね、嬉しいです、ありがたいです。さかがり、さかがり公演頭ありすぎじゃない。不義理やばいね。50分やばー、ねえっている中に可愛い言ってるよ。いや多分これからは金にだけだと思います、私にしか言わないと思いますね。ねえねえは、うん、私はせいただいたので、ねえねえねえかな、ほんとに誰なんですよね、でしょうね。ファンレターの衣装可愛すぎて後編 MC は得した気分だと思う。前半です、可愛いか、あー振りして真似してるでしょうか。カレンちゃん、ねねちゃん、渋みヒーロー流れはいかん。でもその並びでもずっとカレンだけを見つつね、お見送り、お見送りそうだったこの前。え53分、ちょっとやべ押せない、54分でした。で今日ね届いたのね、スマホのフィルムが届いたの。なんか周りのメンバーみんな覗き見防止の、横から見たら黒くなるやつを使ってて、彼全く覗かれるスマホのフィルムだったのね、全く丸見え横から。でも今日うらやましくて買って、ちょっと高いけど買ってしたらもう感動しました。でもよく落とすからね、よく割れるんです私フィルム。今日もバキバキのフィルムを変えてピカピカー、嬉しい。フィルム自分で貼れる？パパが貼ります、パパにお願いします。いつもパパ必死に貼ってた。お見送りの並びってアイドルがモデル、そうなの？まあね、うちは早く帰ったりしなきゃいけない、よく見ます。お見送りそうやったけど今日カレンレン行こうと、ほんと？カレンレンだけね。でもね、長く喋ってしまうもんね、喋りたいもんね。覗くのかみんな、覗くかわかんないけど、なんかね安心じゃん。どうし？ガラスフィルムかな、ガラスフィルム多分。姉ちゃんカレンレンが隣同士でなければ大丈夫。あ、そうなんだ、やっぱ推し同士とか違うのかな。お見送り推しに違う子の打ち合いさね、なんかよくさ何の迷いもなくバーってなんかする人おるけど、すごいな、間違わなくてって思ってたから、そういう間違えたエピソード嬉しい、ほってする。喋りたいと思っても結局距離が遠いしすぐ終わっちゃうしね。配達近い、劇場のお見送りより近い、配達近いだから近いです。じゃあランキング読みますね。
13位たけ、あ、違う、甲子園さんありがとうございます。12位たけしさんありがとうございます。11位中さんありがとうございます。10位どんもひろしさんありがとうございます。9位大くんありがとうございます。8位かず27さんありがとうございます。7位バラ86さんありがとうございます。6位ほにょんさんありがとうございます。5位たけさんありがとうございます。4位こうじやもとさんありがとうございます。3位山山さんありがとう。2位カレンにひなたの方に知りになりたくてさんありがとう。1位は山田ちゃんです。ありがとう。待って、ごめん、めっちゃ気づいてなかった。タワー、タワーありがとう山田ちゃん。今ね、あのこのさギフトが投げられるとこになんか目立つなって思って今探したら山田ちゃんからのタワーありがとう。いつもありがとう。ありがとうございます。嬉しい。ということでそろそろ始まります。ちょっとしかできなくてごめんね。じゃあもう一度ここ入っちゃいと思います。よかった、気づけて。スクショ、急にポチトラに入れつめだったけどりなちゃんボード見せてたら膝の上だから膝の上まで見られた。それは気抜けませんね。ヒョウ柄かな、ヒョウ柄っぽいやつ。明日5時起き大変だ。じゃあカレーもその時間に起きれるように頑張るね。明日は7時に家を出ます。だから私も5時起きしてもいいぐらい。でも今日はちょっと夜眠れないので、あのお騒がせを覚えなきゃいけなくて頑張ります。はい、確かに後輩メンバーにアビガスされる。何アビガスって何ってなるよ。あ、じゃあもうそろそろ見ます。今日は来てくれてありがとうございました。急遽いつもありがとう。いい夢見てね。おやすみなさーい。おやみおやみバイバーイ。音が止まった。まだ終わらない。記憶の彼方。ドラマみたいな。え？もう10時じゃん。え？え？なんでまだやってんの？今日が誕生日だと思われてる。上さんに。え？シロの時計壊れて、え、やばいやばい、できてるぞ、切れないぞ。ちょっと怖いので自分から切りますね。あ、10時3分頃終わるの。誕生日とやめて。びっくりした。なかなかさ、誰の時計も、え、おかしいなって思って、え、びっくりした。3分頃終わるのね。ちょっと安心です。ちょっと続かれてもちょっと怖いですね。
びっくりしたー、私知らぬ間に18歳になってましたかな。誕生日かもしれない、ありがとう。7月24日誕生日でした、ありがとう。ミュウよりレイヤより早く18歳になれました、成人しました。高校卒業して、あ、高校卒業したら OK、 18かなかと思っちゃってた。最近ピタリはなくなった、あ、そうなんや。それでありがとう。3分もうすぐになる、あと10秒でなりますね、3分に。ありがとう。ちょっとハプニングありましたが、ありがとう。なったくない？え、なったよ。え、3分なりました、怖い。来た方がいい、これは。切れないですけど、これはどうしたものか。じゃあもう切りますね、自分から。みんなおやすみなさーい。みんな大好きだよー、もっともっとたくさん彼のこと好きになってください、もっともっと。じゃあね、おやすみー。バイバイ。